カフェテナンゴの茅沼です。カフェテナンゴの山際です。今日はエルサルバドルヒマラヤ農園の紹介です。ヒマラヤ農園はですね、エルサルバドルのアパネカというところにありまして、スペシャルティーコーヒーのね、大産地というか、もういいコーヒーいっぱい取れるところです。はい、これ品種は何でしたっけ？バカマラ種とマラゴジペ種です。はい、両方とも大粒の品種ですね。これを生成方法はナチュラルです。はい、ナチュラルというのはどういう生成方法ですか？果肉をそのままですか？ざっくりって言った方がいいんですか？いや、そのままですよね。ざっくり取っちゃったんですよ、ハニー生成になっちゃう。はい、なんかのところでちょっとこう果肉取ってつけるのがナチュラルって、うん、誰が言ってました？なんかで見ました。本当ですか？はい、めちゃくちゃです。はい、ナチュラルは摘み取った実をそのまま干します、網棚とか。はい、はい、で、最近の生産者はお水に一回入れたりして、でこう浮いてきたダメな豆とかを取り除いたりということで、非常にこうクリーンな味の、ナチュラルを作るようになっています。よろしいでしょうか？はい、はい。ではですね、これはですね、カップオブエクセレンス2018年エルサルバドルですね、これ入賞ロットになってます。これ何位か知ってますか？すいません、わかんないです。本当に何位ですか？37位だっけ？あそこ袋に書いてあるよね。袋、うん、何の袋ですか？ヒマラヤの袋。ちょっと持ってきて、ヒマラヤの袋。はい、あれ袋に書いてあるんですよ。はい、はい、37位でした。でした。正解です。すごいじゃない。なんで覚えてたの？昔の自分の高校の時の出席番号で。なんだそれ。はい、というわけで、ちょっと飲んでいきましょうか。はい、ね、はい、ありがとうございます。これね、大粒のナチュラルっていうね、エルサルバドルでは、すごくこうここ数年流行ってる味ですね。私が、2016年の、エルサルバドルの品評会に行った時は1位から10位まではね、ほとんどその大粒品種の、まあ、ナチュラルとかハニーとかっていう生成方法のものでした。はい、じゃあいただきます。すごくジューシーですね。そうですね、はい、あのフルーツてんこ盛りみたいな感じですね。うん、で赤ワインとかミルクチョコレート、バカマラ種特有の、なんかこうほんのり玉ねぎみたいな感じはします。なるほど。ドライフルーツ、熟したフルーツ、赤ワイン、ミルクチョコレート、まあナチュラルのいいところと、あとは、大粒品種の特徴がきちんと一緒になって非常にレベルの高いコーヒーになっています。ナチュラル好きの方、大粒好きの方、絶対おすすめです。で、これローストの度合いがどれぐらいですか？2番、ハイローストです。はい、ね、ハイローストです。なので若干浅めになってますので、酸味がちょっとだけありますね。はい、ただ甘みもありますので、そんなにこう酸っぱっていう感じではないです。すっきりとね、飲めるタイプのコーヒーです。皆様のご注文お待ちしております。
お待ちしております。